ポンサー、協力会社、スタッフなど奈良クラブに関わるさまざまな人同士がつながり、その輪を広げていくことを目的としたラジオ風コンテンツとなっております。前回の配信が好評だったということで、今回の第2弾が実現しました。やったー俺ほぼ喋ってないけど全部ゆうたくんが喋ってたから8割ゆうたくんが喋ってよかった、俺2話何もなかったですよもしかして1じゃなかったっていう。はい、そんなね、2回目に登場いただくのは奈良クラブのゴールキーパーの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。では早速自己紹介をお願いします。じゃあ、レイからいこうか。俺からすか。では、お願いします。はい、こんにちは。どうしたの。背番号13番ゴールキーパーの赤塚レイです。よろしくお願いします。なんかテンションいいことないですか。上げていきましょう、上げていきましょう。猫飼ってるのかな。これは今入れもらって、バケツが合わそうかな。では、はい、お願いします。はい、奈良クラブ背番号1番の奥田達郎です。今日はよろしくお願いします。達郎さん、声出てましたね。タッチャー、あいつはね、タッチャー、もうやばいよ、タッチャーやったね。さっそく。はい。はい、お願いします。背番号21番、第2回目の出演です。金子です。よろしくお願いします。レギュラーじゃないですか。もうレギュラーってこといいっすかね。やっぱ、前回喋ってなかったですけど。前回、今回はいっぱいいましたね。今回はもう、ゆうたくいないんで、はい、いっぱい喋れるということで。引っ張っていってもらって。嬉しいです。助かります。嬉しい、本当に。嬉しい、本当に。ゆうたくんはその日話しないんじゃなくて、やっぱ喋るのが嬉しい。しっかりね、はい、話してもらって。で、皆さん、ユニフォームがいつもと違いますね。私もちょっと、平本選手のユニフォームをちょっとお借りしてるんですけど。あの、サロンだった。違う。そこはそんなキーパーじゃなかったけど。その大人の事情があったらしい。そうなんです、そこは。平本選手が昼前に私がちょっと先に来てる。あこれカンニング悪いですか。カンニングなしですね。カンニングなしですね。
え、これ制限時間は制限時間30秒30秒ありますか。え、これアルファベットいいですか。 A、B、C、A、B、C を答えていただいて、漢字がちょっと A が日本酒、B が焼酎、C がウイスキーです。ちなみに奥田選手はお酒結構飲まれるんですか。酒、そんなたくさん飲まないですけど、はい、好きなんですけど。あ、じゃあもうこれは余裕ですね。プレッシャーかけ、マシュマさん合ってるかそうは分かんないけど、自信はあると思います。おお、はい、赤塚選手、険しい顔されてますよ。分かったんですけど、かけました。皆さん、そろそろ大丈夫ですか。あれ、全然ペンが進んでいないですが大丈夫です。どうですかね。はい、いきますよ。はい、せーの、はい、はい、これ今見えますかね、見えますか。はい、赤塚選手が A、日本酒、奥田選手も A、日本酒で、金子選手のみ C、ウイスキーということで。え、嘘。発祥でウイスキー、一番なさそうなのが答えかなって逆を、でも、ま、マジで分かんなかったから。ごめんね。え、だって、いや、すいません。いや、本当に分かんなかったから、もう一番なさそうなやつが逆になんかこういう引っ掛けみたいなあるかなと思ってウイスキーにしたんだけど。なるほど。そのなんかやめてよ。ガチで言ってやめてよ、なんかそんな。いいと思う。いいと思う。何のものになってない。ちなみに奥田選手は自信ありますか。もうこれしかない。これしかないっすね。本当ですか。ここに奈良なんで、やっぱ梅の宿とか結構いろんなね、有名な日本酒あると思うんで、多分合ってると思います。正解をいきます。正解は A、 日本酒です。さすが。答えは完璧ですね。いい感じです。奈良市にある正略寺が清酒発祥の地とされているということで、金子選手、しっかり覚えて帰ってくださいね。ここで知ったということで、はい、残してみて捉えましょう。はい、まだ1年目の選手なんで、ね、まあ、奈良クラブなんで、僕も、はい、大丈夫です。僕も1年目です。あれ、いや、でも俺東日本出身だから。東日本だ。関係ある。関係ないです。俺東日本、ずっと東日本だったから。では、2問目いきますよ。すみません。2問目は、奈良県唯一の遊園地をお答えください。 A、 あやめ池遊園地、 B、 ドリームランド、 C、 生駒山上遊園地。これは簡単ですよね。ちょっと奈良県唯一の遊園地。唯一。え、もう一回あれって A、B、C。行きますよ。A、あやめ池遊園地。B、ドリームランド。C、生駒山上遊園地。今も現在もある。現在もある。現在は遊園地。俺ちょっとわからんかも。いや、これ昔からありますよ。たぶん、こう…いや、全部あんま分からないですけど、今現在あるのかって言われたら、それが分かんないですよ。確かに。でも、3つしてるのでかい。分からん、1つ。いや、俺だから、2択やけど。あ、逆にどれが今なくなってるのか分からんって感じですか。そう、1個だけなってるのか全部分かってます。分かってますか。1個分かってます。あー、なるほど、そっちか。逆に難しいですよね。そう、だから何とかですと分かんない。よく言うじゃん。俺と金子選手何も分かんない。3つ何も分かんないですよ。3つ聞いたことない。1個の名前。ちなみに赤塚選手は出身どこなんですか。佐賀県です。あ、佐賀県か。 SAGA。 なるほど、なるほど。いいところだね。いいところですね。いつもありますよ、佐賀ゆかりある2人なんで。あ、そうなんですか。いつもハブられるんですよ。あ、サバントス。僕5年間サバントス住んでたんで、はい、ったことはないです。いつもなんか、省いて、サバトークに盛り上がってるところ。
茨城の田舎者はちょっと入っていけないんで、はい、ちょっと、なんか見たいけど。ちなみにそのサガン鳥栖時代は何か共通点とかあったんですか？いや僕は、ユースの選手だったんですよ。で、その時に奥くんがトップの選手で結構練習サッカーとか行ってたんで、その時は憧れの選手でした。おー、そうなんですか。はい、じゃあ今憧れの選手と一緒にプレーしてる。はい、そうですね。一緒にいます。なんて感動的な話だ。あの、奥くんと高校生の時にご飯連れてってくれたんですけど、覚えてなかったです。いや、覚えてますよ。確かに覚えてます。ご飯食べたこと忘れてました。行ったことないけど。一番悲しいやつ。憧れの人が片思いでしたね。それひどいな。それだった。さあ、皆さんお答え決まりましたか？いや、もうあれっすね、なんか今ので A って書
いちゃったら金子選手にね、あれに負けたって。そういうとこはなんかね、お願いしますっていう願いだけごめんし、そういうところ、はい、やっぱ先輩信じないのね。そういうところ、たったそれだけです。たったそれだけ、理由はそれだけです。本当だから、おっくんと一緒ってだけでもうなんと心強いか。なんかちょっとどうですかね。僕はね、もう自信全然ないですねえ、おっくん全然自信ない。何演技されたんですか。え、勘です。勘ですか。あ、勘を信じない。おっくんお願いだから自信あるって言って俺に安心させて。では、回答いきますよ。お願いします。正解はA。 やったこれからは信じようと思います。よし、先輩少しは先輩の言うこと聞けよ。少しはよっしゃー。いや、マジすごい、3問連続正解ですね。すごい、すごい。え、これ今正解率が3と1と1よし、なんだよし、一緒だぞ。一緒だぞ。一緒だ、一緒だ、一緒だ。絶対負けない。では、4問目いきますよ。赤塚には絶対負けない。1993年に日本で最初に世界文化遺産に登録された奈良県にある世界最古の木造建築はどれ？ A. 東大寺、 B. 法隆寺、 C. 飛鳥寺。うわ、これ待って、これ絶対社会でやったよ。教科書。93年でしょ。1993年、割と最近だよ。日本最高で生まれてはないです。生まれてはないです。本当に生まれてるけど。いやー、難しいな。え、これ社会でやってますか。これは割と簡単で、みんな知ってる。社会でやってます。絶対やってます。今更後悔してるな、勉強してるな。え、これは何かありますよ。俺社会に得意だったんだよな。え、東大寺、法隆寺、飛鳥寺。飛鳥寺ないですか。飛鳥寺はね、僕です。実家がめっちゃ近いんで。あ、え、なんかそうなんですか。飛鳥寺。飛鳥寺、うん。え、ってことは奥が小さい時によく行ってたってことはなんでも、あれ奥何年ぐらいしてる。88年。じゃあ93年に世界遺産に登録された。あ、登録か。登録された。作られたのは世界遺産。ちゃんと話聞けよ。書いてます。出てるぞ。社会やってんだよな。世界最古の木造建築です。これ、なんかこれは覚えてる。いや、なんか社会で覚えてる気するな。これ
夜景とか綺麗ですもんね。
え、夜景見たの？いや、お昼です。あ、お昼なんで昼だよ。サンダル、サンダルでしたけど。なんで男2人いるすごいよね、その森が。若いね。徳間選手は橿原出身、ね、はい、そうです、橿原出身です。どうですか、久しぶりに帰ってきて。いや、いつも思うんですけど、いいと思うんですよね、やっぱり。なんか、心が落ち着く、落ち着くというか。やっぱホーム。やっぱホームですね、やっぱり。全然話広がらないじゃないですか。じゃないのに。ああ、ホームですからね。奥君のホーム。はい、では次行ってもいいですか。次の企画いきますよ。次は、キーパーあるある言いたい。あるじゃん。今回の企画ではキーパーである皆さんが普段なかなか口にすることのないキーパーあるあるについて心置きなく語ってもらおうという、はい、企画になっております。そもそもキーパーあるあるってあるのなんですか。いや、めちゃくちゃありますよ、結構あると思いますよ。もう多分キーパーしてる人だったらめちゃくちゃあると思います。知らない。フィールドプレイヤーとは分かち合えないあるあるですけど、分からない。傷だらけになるんで、暑くても絶対あります。夏
構熱そうですね。そうです。熱いです。けども、膝を擦るよりかは、いいんで、暑さの。お風呂痛い。お風呂痛い。それもあるし、しみるんですよ。そうなんですか。膝はちょっともう我慢できないんで、タイツ開くんですけど、まあ、A はあれだよね、長袖インナー着るような感じでいいんだけど、夏場でも長袖インナー着るんですよ。暑そう。だから肘、なんか嫌だからって言って。で、オックもたまに長袖インナー着るんですよ。俺絶対着ないんで、肘、毎回お風呂しみるんですよ。するから僕は絶対着ます。あるよね、それは。それは本当に傷だらけです。夏場特に痛いです。やけどするんで。本当に人工芝生だったら。じゃあお風呂結構、何やらないって言うんですか、皆さん。誰か叫んでたよ、この間。誰だっけ、レイだっけ、叫んでたの。タボです。あーちゃっニコの間の間に、それで多分気づくんだよ。夏場シャワーで叫んだら大体キーパーがそうなんですよ。あるある、あるある、そのパーである。奥田選手、キーパーがあるんですか。あ、まあ、そうですね。キーパーは結構、キーパーグローブしてるんで、なんていうんですか、こう、グローブ焼きっていうんですかね。が結構、すごく。皆さん、それっていう。みんな多分、で、じゃあ、かわいい。こいつ、いっぱい着るんで、本当にしないんですよ、日焼け。夏場とか特に、半袖やったら、結構開くじゃないですか。はいはいはい、ここるんで。いや、もう、この結構大きいですね。くっきりここ分かれちゃうんで、結構。すぐキーパーやってると分かるっていうか。確かに。そういうところは分かる人には分かる。そう。うわ、YouTube で分かるかな。分かる。分かる。これは映んないだろうな。そう、映ります。肉眼だと結構見えます。ゆうけも、俺の方が濃いかも。見てますね。俺の方が濃いな。前や。もともとこんな白かったんですね。もともとこっちなんですよ、色は。でも、夏場だけこうなんですよ。しかも、こっからこうなんで。あ、ごめん。え、普段恥ずかしくない。もう割り切ってます。しょうがないと。こういう仕事、何ですか、ずっとこれだから。こういう仕事してるんだと、俺は。でも絶対多分 見られてます。ちょっと視線は感じます、ね。なかなかないですもんね。多分店員、ご飯食べに行くときとか、店員さんに、え、この人何なんだろうって。絶対思われる。思われますよ、僕。絶対思われる。夏はやばいですよ、確かに。T シャツとか着たよね。一種の職業病というかですね。そうですね。あいつを覗いて、僕はちょっとマジ綺麗に綺麗ですね。綺麗で綺麗綺麗でした。本当ね。これも選手はキーパーランありますか。まあ多分今僕たち人工芝で練習してるんですけど、まあ土で練習したり、まあ、人工芝のたまにあるんですかね、大雨降った時とか結構水溜まりできるじゃないですか。そこに台セービングとかダイブするのにちょっと覚悟いる。一回目のどんな覚悟ですか。いや、この水飛び込みたくねえなみたいな。ああ。なんか濡れるなって。濡れるなって。で、一回そこに水溜まりがあるとして、そこにこう飛び込みますかって話で。でも、もう飛び込んじゃったら勝ちです。勝ちですか。どんだけでもいけます。一回濡れたらもう無敵です。ああ、その一回目が渋い。一回目が本当覚悟いるんですね。ああ、セービングだって。もういいかって、まあ、それが仕事なんで止めるんですけど、ビチャーってなったら一回になったらもう余裕みたいな。確かにその一回行くか行かへんかで、その日の気分変わりますもんね。その一歩がもうだいぶ変わるんですよ。だいぶ変わる。それだ。特に冬場。冬場結構やばいね。それもいいですか。でも分かんないのに、雪とかすごいからね、本当に。マジですか。八戸雪すごかったんで、それにしかも下の人工芝は凍ってるんですよ、朝方とか。で、その雪にセービングするのが本当に雪いります。前のチームがもう8枚雪国だったんで、もうその雪に飛び込んでいく。逆に気持ちよくない。いや、気持ちよくはないです。気持ちよくはない。気持ちよくはない。僕、それは違う。気持ちよさはないです。あんまりその経験がないから。深い感しかない。決して気持ちよくはないです。どんな想像してたんですか。雪に飛び込むの。あーって言って。俺はやめて。そのイメージやったら気持ちいい。だって一番正面がいた。この中で一番正面だ。可愛い。可愛かったな、今僕。あーって。まあそれもあるんですね。ちなみに3人
3人あるある。3人あるあるは、あー、俺も、ありますね、ありますね。もう浮かんでるわ、もう。なんか、めっちゃ面白いですよ。さっき言っちゃうんですよ、これ。面白いんや。いや、あるあるやんけど、あの、キーパーの専用のボトルがあって、飲み物があるんですけど、あれをこうガラガラって転がしていくやつでこう持っていくんですけど、よく金子選手がそこにこうやって全部座っちゃって飲めないです。おっと。全然座ってるんですよ。そう座ってます。絶対いると思った。で、ちょっと近づいてもどうかないけど、奥の板すぐ来ます。俺なんで待ってるんですか。すぐ、すぐ。絶対言うと思ったな。それまずそれから。どういうことですか、金子選手。あの、まあ、クーラーボックスって言うじゃないですか。ボトル入れる。で、中に氷入れてて冷えてるんですけど、あの、練習きついじゃないですか。普段の練習。休憩場所です。冷たくて気持ちいいんですか。いや、あの、ただ座りたい。ただ座って休みたいっていう、ただの休憩場所なんで。こちらの目で。だいたいリーが寄ってきても、あの、どかないんですけど、奥君来たと思ったら、すぐ打ちます。ちゃんと上下関係があるんですね。ちゃんとそこ上下関係しっかりしてる。後輩には飲ませないっていう、そこはちゃんと上下関係。やっぱ年上の方が権限あるんだよ。赤塚選手は今、23歳。24です。24歳。24ですか。あ、同い年ですよね。あ、本当ですか。はい。私も24の年なんで。お願いします。どうですか、お願いします。怖いですか、お二人は。いや、怖くはないです、全然。優しいです。めちゃくちゃ優しいもんで。なんか、本当に、なんですかね、なんか、多分自分生意気だと思うんですけど、あの、なんか、足の時に、あの、なんていうんですか、うまく、知らってくれます。足は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 足ですね。むしろ無視です。むしろ無視です。あの、受け止めてくれます。プライベートではよく遊ばれるんですか。プライベートは、あの、3人でご飯行くと正直ないっす。まだないっす。まだないっす。まだこれからね。今こういうご時世だから。あ、そうですね。今何月。もう終わりますね。基本的にはめっちゃ話してる。やっぱ3人の時間多いんで。あ、毎日プライベートは、まあ、仕事も結構みんな別々だし、うん、あ、どんな仕事されてるんですか、3人は。レイが僕は、この下の NG、 そこのマッチレードある NGCE さんの、はい、でナルクラブの自動販売機の営業させてもらってます。あ、そうなんですか。はい。え、奈良クラブの自動販売機の営業。はい、あこちらに今あるんですけど。あ、ありますね。よく街でも見かけます。街中にもあると思いますけど。ね、こういう奈良の企業様に。編集させようと。おいしい、おいしい。奥田選手は僕は基本的にはサッカーだけがないですね。なるほど、なるほど。僕はあのスクールですね、スクールコーチというか、奈良クラブのスクールの、まあ、フィールドもコーチもしますし、やっぱキーパーコーチもやってますね。練習を掛け持ちされてるってことですよね。すごい。他にはキーパーあるはありますか。なんか、もう言ってってみ、もう多分止まんないですよ、これ。いいですよ。もうなんかあれすね、まだ時間あるので。改善するとバンバン行きますか。バンバン行きますよ。バンバン行きましょう。バンバン行きますか。フリーキックあるじゃないですか、はい、あの時壁を作るんですけど、結構あのポストをこう蹴る気分多いと思います、うん、カンカンカン、あ、聞こえてるのにちょっとこうやってなんかやっちゃう、そういうの気分は多いと思います。多分音響いてて、あのカンカンとかあるなぁ、でもね、もう言うよ、結構言う気分とかいますね。痛くないですか。痛くない。痛くない。足裏のポイントで、あのカン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 やるんで、あ、味方をこう気づかせて、こうちょっと動かしてっていう感じにやるキーパーは多いと思います。特になんか応援とかあるじゃないですか。あの 大声援みたいな、太鼓とかいろいろあるんで、それで声じゃ聞こえない、壁結構離れてるんで声じゃ聞こえない時に、もうあの高い音みたいなカン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 やると気づいてくれるんで、
それ合図というか。そうですね。それ気づかせるっていう。それやってるキーパーは結構いますね。観客席では全然聞こえないんですけどね。そういう裏側があったんですね。今は多分このご時世なんで応援はダメじゃないですか。だから声でも聞こえるんですけど、もう本当に J1 クラスでもう大声援だと声じゃ絶対聞こえないんで、やりがちですね、それ。やる。お帰りさま。あとはもう全部だこれ。どんどん言ってくださいよ。どんどん忘れちゃった。俺は間違いない。俺もう浮かんでない。俺もう浮かんでない。ごめん。よくキーパー、フィールド選手がよく、今の止めれたらとか、とか、ね、あとそのハイボールとかで、今の出れたらみたいな感じ、結構言ってくる選手がいるんですけど、そういう時に、お前やってみろって思って。大きなキャッチャーもしますね。こっちはやっぱゴールやっぱそう飛び出したりとかゴール開けていくんで結構スキリング感が結構あるんでそう簡単な判断ができないんでまあそういう時にまあ思いますね。そういうやりとりがあるんですね。フィールドの練習した時もそうじゃないですか。結構フィールドランナーで、ね、めっちゃみんなからこう怒られたりする。お前がそうだったんです。この間練習場に入ってめちゃくちゃこう走り回るモールを奪い合うやつ普段走んないじゃないですか。全然走れなくて、もうマジで肺ちぎれそうになってで同じテンションで、俺はちょっと今みたいな気持ちで一瞬で同じやつですね。そういう走る練習場走るっていうか、まあ、そうフィールドにキーパー一人で入ってフィールドにみんなと練習するメニューに僕が入って死にそうになってみんなでもフィールドの選手走れるから、僕走れないじゃないですか。普段キーパーやってるから、だからその時に同じテンションでこう言われたんで、うん、ちょっと待ってくれよってちょっと思う。やっぱキーパーの体力とフィールドプレーの体力は全然違うんで、本当にそこはキーパーがフィールド練習入ったらマジでついていけないです。いや、去年僕だからあれですよ、公式戦に唯一フォワードで出場した経験があって、キーパーなのに。そうなんですか。え、フォワードもされたってことですか。そうです、公式戦の今だから奈良クラブの15番の金子選手のチームと大体出した時に僕延長戦フォワードしてて10分間犬みたいにボールをかけたんですけど、すごい死にました、10分で起きたから記憶ないくらい楽しかった。それはフィールドの日本でフィールドの日本でやりました。背番号どうしたの。仕立て屋さんでチームのスタッフの人が僕の番号を書いてくれてて、すげえ。だからハリマンとかじゃない。ハリマンです。ハリマン、めちゃくちゃちっちゃい選手の日本語を始めたらもうちびちょのスパッツみたいな日本で練習するんです。死にましたね。見たかったな、それは。ちびちょ死にましたね。そんなことあるんですか。キーパーのフォワードもされる選手ってないっすね。え、なんで出たの。いや、なんかなんかその水曜日が試合だったんですよ。夜の水曜日で、その時になぜか試合前のメンバー発表でキーパーが3人入ったんですよ。まあ大体出る人とサブの人で2人いないんですか。なのに出る人と出ない人が2人出ない人が入って3人入って、でその時監督になんか天皇杯だったんでリーグ戦じゃなくて、もし90分で決着つかなくて延長戦行ったらその90分で5枚変えてもそのプラス1もう1個変えていいっていうルールがあって、でベンチがそのキーパー含めて7人だったんですよ。だからフィールド5人、キーパー2人じゃないですか。で、90分で5人使い切ったんですよ。だから本当に引き分けになっちゃって、90分の間はキーパーとして準備するんですよ。もしその先発のキーパーが怪我したり退場したら出る準備をするんですけど、延長に入った瞬間に着替えろって言われて、もうフィールドの日本に着替えてフィールドのアップして準備したら、本当にその出てた延長戦で出てた選手がまた怪我して1人、もう誰もいなくなって、キーパー2人でもどっちが出ても頑張ろうぜって2人で話してて、まさか僕が呼ばれて、でもなんか引き分けだったし PK 戦まで行ってこいって言われて、もうあんまりいろいろ言わないから俺
ないっす。ないっす。ないでしょ。なので次の日監督に、いや、レイをもっと追っかける練習をした方がいいなっていう感じで言われました。感謝です。そういう時こそ思うよね。そういう時に思うよ。そういう時に思うよ。本職じゃないんだよ。言わないっすよ、そんな。表にはなさないですけど、こっちは本職じゃないんだよ。そんなこともあるんですね。でも、キック力というか、キックの正確性っていうのも大事になってくるんじゃないですか、キーパーの皆さん。そうっす。ちなみにシュート打ったその試合で。あ、頭。頭ボールキック来て、ボールキック来て、こう、競り勝って、競る練習。競り勝ったの？競り勝ったの？すごいわ。フォワードを勝つか、競り勝つって、絶対勝つ。で、シュートゼロ。シュートゼロ。シュートゼロ。出てなかったか。すごいですよね。そんなことないよ。ないっすね。ないっすね。貴重な経験じゃん。今では笑えないけど。笑えない。当時の俺は本当にすごいな。去年出場した試合、それだけっすか。全然全然続くんですよ。本職とは本職とは1年間90分1年間キーパーの練習をしたのに出場しちゃいますよ。10分のフォワードだけで。へぇすごい。もう絶対経験できないんですよ。わずかしい経験できない。絶対経験できない。俺アラブ1個カナダ行っていい？ありがとうございます。ちょっとアラブ言いたい。アラブ言いたい。いやいや、結構キーグロのヒールとスパイクの色を揃えがち。ああ、多い。僕も実際揃えてるんですけど、僕今この手のひらこっちが黒でこっちが水色なんですよ。でスパイクも水色なんで、水色というか青というか、その揃えがちっていう。なかなか青でスパイク赤っていう人は見たことないです、あんまり。へえ、コーディネートされてるんですか。コーディネートなんか一種のもうなんかファッションじゃないですけど、コーディネートみたいな多いですね。で、俺は考えてるんだけど、どう？お二人はどうですか？コーディネートメーカーによっては、グローブとスパイク同じ柄っていうか合わせてる、もともと合わせてるっていうのも中にもあるし、クーパーとかも。なんか、そのキーパーグローブ専用のメーカーがあるんですけど、それをつけてる選手はバラバラの人も結構いるんですけど、でも、その多いですよ、めちゃめちゃスパイクとグローブ合わせてる気分。なんか合わせたいよ、うんうん、多い。なんか気持ち悪いじゃん、見てるかもしれない。3人とも合わせられてるんですか？2人も合わせない。僕は、お前結構あれだから。僕はでも、あ、合わせる。まあ、でも、あ、赤と白。色が合ってるかって言われたら色が合ってるから、メーカーは合ってる。色が合ってるかって言われたら、僕はもう、まあ、たまに食べてたんだから。え、待って、このあるあるさ、いやでも土
地でもう一回もぐちゃぐちゃになってたから。どうだったの？あっちだと思うけどね、ちゃんと。え、でも洗った方が餅がなんかいいみたいな。あのちゃんと洗ってあげたら、あの汚いまま使うより、ちゃんときれいにして使ってあげた方が、あの餅はいいんですよ。長く持つんで、そういう意味でもちゃんと洗ってます。おー、さすが。そこはもう消耗品なんで、やっぱり。めっちゃ洗ってます。めっちゃ洗ってます。それも言われたくないんで、臭いって。失礼しました。そういうイメージは確かにある。スーパー臭いみたいな。めっちゃイメージあるんですよ。絶対あります。でもまさか柴田さんからぶっ込まれたわ。一番エグいのをぶっ込まれた。いつか聞きたいなと思って。でもあれいい機会だわ。この YouTube いい機会だわ。あの決して臭くありませんから、ちゃんとテロップ流してほしいです。ちゃんとあのお願いしますね、本当に。テロップ全体流して。柴田があれとか握手するとちょっと怖くなる。絶対ちょっと流してほしい、これ。あの、赤塚、奥田、金子、臭くありません。守ってほしい、それクラブで守ってほしい、ちょっと。守ってほしい。失礼しました。では、最後の企画に参ります。はい、最後は、選手への質問コーナーです。事前にお寄せいただいたファン、サポーターの皆さんからの質問に、皆さんに答えていただきます。なので、すでに、ツイッターの方にたくさんツイートがあるんですが、私の独断で選ばせていただきます。独断いや、エグいのきそうだな。さっきのだったらずっといけるんで、お願いしますね。お願いします。本当にいきますね。なんだろう、久しぶりに生で金子祐希選手のプレーを見てワクワクしました。はい、キーパーのお三方に質問。PK の時、相手選手のどこを見てますか？あ、いいですか？気になりますね。見たことは人によって違う。人によって違う。これって言っていいものなんですか？全然。あ、いいですか？え？でもなんか、あの、相手によって僕が変わります。あ、マジか。ずっと言ってた。自分一緒じゃないです。というのは？だから、相手がボールじゃなくてなんか自分のことをずっと見てる選手だったら、逆にこっちが自分も見て動かないとか、何も見てこない選手だったら、もう結構僕がガンガン動いて視野の中に自分を入れるみたいな感じで、これなんか人に相手の間に僕は違うんですよ。どうすか、まあ、めちゃくちゃ企業秘密なんで、ちょっと企業秘密なんで、ちょっと相手にバレちゃうの、ちょっと多分あの対戦相手見てるから、企業秘密なんで、ちょっといいですね。本で見ました。嘘いや、言ってください。あ、まあ、来て奥ありますよ、なんか意識してる。意識してる。 PK ストッパー J1 でいいの見ますか。あ、待って、奥先言いますから、ね、ちょっと。薄れちゃう。職人は薄れちゃう。で、俺大したことを見てないんですけど、相手の骨盤っすね。僕は見てるの。これが開くか閉じるかで、飛ぶ方向は決めてます。右足で蹴るんだったら、こう閉じたら絶対こっちにはなんか蹴れないじゃないですか。だからこっち側かなっていうのをある程度予想しておいて、でも、こう開いたら、こっちにも蹴れるし、こっちにも蹴れる。だから最後まで我慢して、投法を決めるっていう。まあ、それは一番考えてます。僕は骨盤ということで。大体、ユキとそれ似てるかもしれない。似てる。骨盤は似てない。いや、マジで YouTube 見てほしいです。オックの PK 制度。川崎ブルーのバレスの。感動しました。山田先生、そんなことあったね。そういうのに大体どっちに飛ぶかっていうのをある程度決めて、あとは
ゲーム中とかで相手の特徴だったり、こうひねるキックが得意な選手だったりとか、そうなかったらちょっと言ってくるとか、まあ、あとは絶対最後まで我慢するんですよ、相手を次行くから。我慢しすぎても届かないっていうのもあるから、そこは難しいところなんですけど、今しかも特にルールでキーパーが先に動いたらやり直しっていうルールが結構厳しくなったんで、そこは難しいところですけど、なるべく動かずに最後まで見るっていうことを意識しています。結構今のルールシリアス、シリアス、すごい、本当にシリアス、ちょっとでも出たらないですか。そう、しかも出たらイエローカード出たらめちゃくちゃ厳しいキーパーだし、で昔本当に緩かったですよね。ユーチューバーめちゃくちゃ2億人やたら出るやんって、はい、結構ありますね。結構ありますね。この3人以外の多分別のこと考えるキーパーって絶対いますね。違うんですね。それに関連してゴールキーパーの方は真横に飛んで地面に激突しても痛くないんですか。痛いです痛いです。いや、もうそれ言っちゃうのコメントしても痛いですね。今ピーやらしてください。多分絶対打つなこれ痛いですね。でもちゃんとしたスリーディングのやり方っていうのを、うん、それを教わってる人だったら大丈夫です。ただ結構激しい練習とか面倒くしてやるとどうしても痛い的に。天然芝で、天然芝と同じ感覚で土で飛んだら本当に痛いですらしい。それは痛いです。土はちょっとね、土は本当だ、痛いね。土の生命がやばいっすよ。もう今、多分できないですよ、多分。できないし、やりたくないっすよ。やりたくないっすよ。だって、えげつないぐらいパッとやりましたよ。ねえ、僕はマジで、本当にやばいぐらいやりました。いや、で土で練習するときほどさ、長袖長袖も絶対切るよ。ヒルみたいな。プラスそれにパッと入れて。パッと。こことここは入れてたの。ここと膝とここ全部。打ちそうなところは絶対パッと入れます。へぇー。膝。じゃあキーパーのパッドってのがスポンジより薄いから、そんなの全然効かないから、僕はあのママさんバレーとかなんですけど、あの膝サポーターをこのポケットに入れてました。へぇー。入れました。入れてた。笑う人いるんですけど、もう笑われてもいいぐらい痛いんで。だからめっちゃお尻でかいです。もうめっちゃ膨らみます。それは本当に分かってほしい。ちゃんと事情を分かってほしい。笑うんじゃなくて痛くなっちゃったら、ね、怖いですね。恐怖心もちゃんとした練習を積み重ねていってもう身につけると、そう着地とかを身につけるのと、あともう慣れっすよね。慣れもあります。次の質問、ララクラブの選手で一番シュートがすごいと思う選手は誰ですか。キーパーの目線から。え、これでどうする、投票制にする。俺、それぞれの、多分違う人かもしれないから。俺も、いるんだよな、結構。すごい選手。赤塚選手は僕、2人います。お、僕は、桑島選手と森井俊介選手です。あ、理由は、うん、キーパーって結構多分相手の入り方とか勢いで予測はある程度できるんですけど、まあ、それはダメな点はもちろんありますけど、しやすい選手としにくい選手っていうのがいて、桑島選手はそれが一番しにくくて、体の向きはさっきあのゆうき君が骨盤向けてこっちに打つ、こっち向けてるのにこっち向けれるんで、なんか駆け引きが全然できないです。ちょっとの自分が動いたら目を合わせられてるから逆を打たれた感じがして、それがしかも弱くなって速いんで、結構なんかいやそれ止めれたでしょみたいなボールの感じでもなんかタイミングが外されて動けなかった、それは結構多いです、ね、その逆で森選手は速すぎます。もうシュートスピードが当たったら骨折みたいなっていうぐらい強烈なんで、急速が速い、そうめちゃくちゃ速いんで、一番じゃない、アップのシュート練習とか見てもらえたら多分一番速いんですけど、もうで今度注目してほしい、シュート練習速すぎるわ。じゃあ今度は、ね、試合でファンも、ね、注目してほしいですね。当たってても速い勢いでネジ伏せられるみたいなイメージはあります。そんなに速いんですか。速いし、なんか重いっていうのが
怖いです、キュウリが、正直。森選手のシュート怖い。結構怖い。だから本当に注目してほしいよね。怖い。多分本当に準備しなかったら、もうマジで怖いです。怪我します。怪我する。生半可な気持ちでシュン君と一対一だったら、絶対怪我します。食べた。かぶってるから違う選手。違う選手。奥。かぶると両方とかじゃな、両方とか。今結構、ね、あの練習終わりにするんで、うん、シュート練習も結構キーパーと勝負したりするんですけど、結構毎日なんだけど結構やってて、で絶対亮太もそんな感じに入ってて、うん、で結構あいつの時なんで、あの人はゼロで抑えた時はないんじゃないですか。他の選手結構ゼロで抑えたみたいなのあるけど、あいつ絶対に1や、うん、1やるし絶対バック蹴ってくるから。タイミングだったり、キーパーが嫌なことしてますね。もちろんシュートも上手いんで、そう、うん、私はよかった。俺、別の選手だ、うん、俺も2人なんですよ。で、シンさんと、総一君。で、シンさんは本当に、りょうた君と見てて、あのボールも見つつ、キーパーも見つつ、で、シュートも打ち分けられるんで、いろんな入り方、いろんな蹴り方、いろんなコースに蹴れるんで、もうそれはなんか見られてる感があるんで、やっぱ上手いですよ。でそれと多分意外に総一くんなんだけど、総一くんでこの間の試合で塩坂戦決めたじゃないですか。あれと今シーズンの試合でもなんか右サイドにこぼれたやつをミドルシュート打って絶対枠取られるんですよ。あのそうだけど、カレ君すげえ顔をドカーンって見落ちたんですけど、やってたんですよ。でも、総一君は絶対ミドルシュートとかをゴールに捉えるんですよ。確かにそう、出さないな。練習とかでも、あのポジションついて結構戦術練習してても、たまたま総一君とかにポンポンポンってこぼれたシュートを何気なく総一君打つんですけど、絶対枠捉えてくるんで、やっぱ総一君シュートうめえな。で、この間、あの吉大阪戦、そのシュート決めた後も、いや、総一君シュートうまいっすよねって聞いたら、俺これで J で点取ってるからねって、いや、かっけーって、かっけーって思って、もうやっぱシュートうまいんだなって、日頃の練習から見てても、やっぱ総一君うまいんで、やっぱあそこは決めてくれるんだろうなっていうのは思ってましたね。岡井選手と津永選手。はい。僕はその2人を押します。サチオ君だよ。ああ、サチオ君。サチオ君もすごい上手いです。うまいね。合わせるのね。合わせるの。ソークスも合わせるのね。合わせるのはね、サチオ君うまいな。近くで。そういうことだったら多いですね。シュート。多いね。シュートに行く選手は。いろいろ種類っていうかね、あの違うよね。打ち方とか。やっぱジャンルとかが違うから。マジで知らなかったら怖いですよ。できれば何も知らなかったら。本当に怖い。じゃあ質問次いきますね、はい、試合前の験担ぎはありますか？あ、験担ぎ、はい、ちなみにこのサポーターの方は試合前に験担ぎで絵馬にこの願い事を書いてロードフィールドに念を飛ばしてらっしゃるという。すごいですね。何試合もういいですか？もう1回ですか？本当にありがたい、思います。本当にありがたい、ね、どうですか奥田選手は？僕特にないっすよ。ないんですか？なんかそういうの作っちゃうと、うん、もしそれやれなかったのはちょっと不安な気持ちになっちゃうので、もう普段通りっていうのを心がけて。確かに。ちなみに好きな食べ物が奥さんからの作る梅しそ巻き。誰情報それ？食べ込んだの誰？私ホームページに行くんです。ホームページに行くんです。あ、よかった。うまし いいつも美味しいご飯を作ってます。その中でも梅しそ巻き巻きって言ってるんですけど、梅しそ巻き巻き
大人の人じゃねえ。嬉しそう。マジで。大人に呼んでてるの。かわいいな。テロップ流してほしい、これ。嬉しそう、巻き巻き。かわいすぎだ、この話。かわいいっす。かわいい。お父さん的な存在です。僕は。奥田選
A はすごい真面目で、結構練習も真面目にやるし、課題持って常にやってるかなっていう感じですね。嬉しそう。嬉しいですね。本当に見習ってやらないといけないなって思いながら、はい、勇気はそうですね。結構ふざけることが多いんですけど、けどやっぱ練習とかね。スイッチ入ったらやっぱそこに切り替えっていうか、そこは本当すごいですよ。すごい本当に。あれだけふざけてたの。あれみたいなやつ。てか、そこはすごいですね。切り替えると思う。金子君は電源があります。団結するのもそうですし、3位で競争し合って、もう奈良クラブのゴールを絶対守っていくっていう強い気持ちで、今シーズン最後の笑って終わりたいと思います。はい。次回の試合はロードフィールドを。OK OK。テクス。テクス。誰が笑いますか。僕の。頭抱えてます。大丈夫、奥が受け止めてくれるから。大丈夫、お父さんが。誰がお父さん。受け止めてくれるんで。大丈夫。テキツ。分かったらできないです。絶対編集聞いてあげてください。編集してくれるんで。編集ある。はい。次回の試合は、ロードフィールド奈良で、11月7日日曜日13時キックオフ。松江市 TFC と対戦となっております。この日は MJE スクワドラマッチデーということで、この日限定のこのユニフォーム皆さん着用しての試合となりますよね。ですよ、楽しみですね。あとはですね、先着1000名様に株式会社 MJE プレゼンツのオリジナルタオルマフラーのプレゼントがあるということです。たくさんの一日となっております。ぜひ皆さんスタジアムに足を運んでください。では最後、皆さんから一言ずつお願いします。お願いしま
気がする。試合の意気込みをお願いします。誰から行きますか。レン。もうお前終わった気でいたよ。お前余裕で終わった気で。確かにお前終わった。この間の試合の、今度の試合のことを一言で言うみたいな。はい、そうです、そうです。え、どういうこと。いや、わかんない。今度のそうです。これが多分レギュラーと、あのゲストの違いです。もう、俺もう用意してるからね、ちゃんと。次の試合に来てください。ああ、そういうこと。はい、わかりました。次の試合、次の試合のポイント。では、赤塚選手、はい、次の試合に向けた意気込み、一言お願いします。はい、声援が力になりますし、たくさんの方にスタジアムに来ていただいて、やっぱ選手 の, たくさんの前でプレーすることは選手の喜びだと思うんで、今こう声は出せないですけど、スタジアムに足を運んでいただいて、僕たちを後足にしていただければと思います。よろしくお願いします。そうですね、まあ、この前のホームの試合も1000人近くのお客さんに来ていただいて、すごく僕たちの力になったと思うので、また今度の松江シティ FC 戦も本当にたくさんのお客さんに来ていただいて、私たちの応援をぜひ、熱い応援をしていただきたいなと思うのと、やっぱりこういう機会もあったと思うので、キーパーのところにもぜひ注目して試合の方を見ていただければなと思います。よろしくお願いします。まあ、さっきも言ったんですけど、もうあと6試合で、まあ、今年いろんなことがありましたけど、まあ、僕たち、最後の最後まで、可能性が少しでも昇格の可能性がある限りは僕たち全力で戦いますので、この間の FC 大阪戦もすごい、皆さんの声援だったり太鼓だったり手拍子がすごい力になりました。残り6試合しかないですが、本当に最後の最後まで諦めずに僕たちは全力で戦うので、僕たちと共に、戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ完封勝利を楽しみにしております。ではこれでダラクラブのつながるラジオ終了です。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。